それじゃあ、また。でしょ？なんかね、ミッキーってエマに妙に対抗意識持ってるんだよね。ちょっと変なやつだし、京介ちゃんもあんまり関わり合いにならない方がいいよ。キツレ。じゃあ今日は俺と一緒に飯だ。いや、神崎さんがいないと寂しいかと思って。いや、お前みたいなやつ嫌いだ。ご飯食べよう。キツレ。最近快眠なんだよな、俺。いや、マージのおかげで思わぬ副産物というか。まあな。じゃあ。ございます。お疲れ様とセットの言葉ですから。やっぱりちょっと変な感じがしますか？初めてですね。大丈夫ですね。それじゃ帰りましょうか。二人ともお疲れ様。あ、お疲れ様です。
そのつもりで来たんだし。今までは別々に帰っていたんですか？時間が合わないことが多かったですから。ああ、それもそうですよね。それじゃあ、私はここで。それじゃ。特に何も、あれからは普段通りだったから。ミッキーが？どうかな、あんまり考えたことないけど。そうでもないかな。うん、そうでもない。絡んでくるって？そう。のんきね、お兄ちゃんって。もっとも、これ以上私たちができることは何もないけど。木下くんのことがあったから、やっぱりそういうことは控えた方がいいのかも。外では。多分ね。どれだけのショックか、私たちには分かるはずもないわ。何食べたい？みたいね。白身のお魚は？私、今日はさっぱりしたものが食べたいから。いただきます。ちょっといいかな。悪いね、今自分。ああ、ここでいいよ。すぐに退散するし。ちょっとね、電話じゃ話しにくいようなことで。うん、ちょっと聞きたいことがあって。ほら、僕は普段この町を離れているからさ、それで初耳だったんだけど。
マージっていう薬のこと。それって本当に過去に戻れるのかな。嘘なの？ま、何かの特効薬のようにその効果がはためでわかるわけではないか。もし本当に過去に戻れるんだとしたら、そういうことになるよね。そっか。うん、そうだよな。うん、わかった。ありがとう。それじゃあ。三木村さん、声がそんな感じしたけど。出なくてよかった。けど、何の用だったの？へえ、大人気ね。何か起こったみたいね。そうね、うちの前のすぐそばだし。警察の。もう行きましょう。人混みは疲れるから。いや。やっぱり君らも気になったんだね。ああ、けどこれだけの野次馬を引きつけているんだよ。何が起こったんだろうね。これだけの騒ぎだ。殺人かな、強盗かな。いずれにせよ機捜隊が急行してきているくらいだから重大事件だと思うよ。ああ、捕まらないでほしいな。何言って？
だって奇想体が解決できなかったら母さんの出番が来るかもしれないじゃないか。おばさんが働くことになるの、そんなに好きですか？いやいや、全然好きじゃないよ。だって忙しければそれだけ僕に使ってくれる時間が減るからね。でも母さんは警察の仕事を愛している。それは認めないとね。忙しければそれだけ生き生きしていた人だから。だからさ、もっともっと忙しくなればいいと思うんだよ。あまりおかしなことは考えない方がいいですよ。僕が何を考えたところで世間に変わりはないさ。呆れた人。もう誰もいないみたい。うちの前、普段通りに戻っていたから。兄ちゃん。ねえ、まだ？もうちょっと待ってよ。地図的には間違ってないはずだからさ。暑い。疲れた。でも山の中に入ったら少し空気がひんやりしたよね。坂が。もしかして遭難しないよね。たとえ道を間違えているとしても、そこまで深い山じゃないから。じゃあ山んばとか。いきなり漫画みたいになった。